さん、こんにちは。せんちゃんです。ゆうとです。えりこです。皆さん、今日は30日、12月。そしたら私、子供たちと、蕎麦の作りたい皆さんに見せたいです。今日はね、4キロです。皆さん、これ準備、4キロ。と、今日は4キロは卵4個。今日、卵に入れます。蕎麦です。もうする。明日、明後日は、お正月だね。明日晩の蕎麦の作って、今日私、4キロだけ作って、じいちゃんとばあちゃんに少し、みんな待ってくるですね。今日、明日は、本当は明日30日蕎麦作るで。私、ちょっと早いです。子供たちも。手伝いして、はい、エリちゃんの2層から言って。今日は冬休みで、お兄ちゃんアレルギーだけど、そばを作って、みんなで食べたいと思います。はい、お兄ちゃんはどう？そばよりうどんが食べたいです。お兄ちゃんはお兄ちゃんはそばのアレルギーです。今日はね、私一人で子供を見るだけです。あんま触ったらね、アレルギーです。はい。違う。何？バイキンが入るので。ああ、そっか。バイキンじゃないけどね。バイキンだけど。はい、今から作って皆さんに見せたいです。簡単です。皆さん、そば作ってはとっても簡単。私はね、機械の作れます。これ、そば粉。1キロ、1キロ、4キロ。私、今日はね、味は卵です。卵のそば。いつも作ってはね、山芋。今日は山芋はしないです。山芋。いや、卵に入れます。はい、今から作ります。皆さん、見て、もんで、私はね、もんで終わりました。私はね、ミス測ってないです。私、いつも、そばは作りますですね。自分で感覚。こんな感じは、ちょっといいかなと思うし、こんな感じ。まあ、ミス、私、4キロ少ったですよね。ミスはいくらですか？私は測ってないです。自分で感覚、もんで足りないら、まず水入れて、また柔らかな粉入れて、まあ、だいぶできるですよ。自分でこんな感じだ。あ、これ、ちょうどいい感じができました。今度はね、私、機械の作って皆さんに見せたい。簡単、皆さん、とっても、そば作っては簡単です。これ、今ね、私、これしたね。こうして、いいってして。どんな長い、どんな短いの、こんな感じ？そうそう、こんな感じはまだ切れないですね。もう一回こう、こうして。こうしてまたもう一回やってみれる？ほら、これまだ切れないでまた。まあ私、みんなに見せるだけ、
こんな本当作ったは何回何回はしないけど、ちゃんと揉んで揉んで、今度は OK でね。今度私揉んで、ちゃんとしっくりしっくりこれこんな感じで揉んで、これまあこれ空いたり自分で好き、今度は OK でね。今まで皆さんに見せたいだけ、今度は OK。 今の作るですね。はい、綺麗になったですね。皆さん、これもうちょっと長いの短いで、もうちょっと私今長いの作り、これですね。よいしょ。これもう少し長い。今麺作る、今度は麺だよ。今度麺ね。細いの。ほら皆さん、そばのできました。こんなんだよ。どんな近く長いで自分で、細いか大きいで自分で作りますよ。簡単。はい、今からたくさん作ります。そしたら粉で入れます。
さん見て、そば。私は4キロの作りました。これできました。あんま切れないけど、まあまあです。そしたらね、私の子供は、お兄ちゃんはね、りゅうとくんはそばアレルギーです。今からうどん買いに行きます。今日はね、そばの4キロスープまでできます。今日晩と明日、今からじいちゃんばあちゃん分けてあげるです。はい、皆さん、今日は何曜日きね、30日木曜日、12月、私そば4キロ作りました。はい、皆さん、最高まで見てくれてありがとうございます。またせんちゃんのよ見てね。今日はお疲れ様です。バイバイ。Some will be fine. 아무렇지않은척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐 Some will be fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나 봐 난 네 옷을 또